皆さんこんにちは、金崎製薬師さん佐野です。この間ですね、なんとね、新しい一眼のレンズを買ったんですね。あのね、18mm、200mm っていうこのズームレンズなんですけど、実はですね、あの前に使ってた、ね、単焦点のレンズが、ね、壊れちゃったので、あの仕方なく新しいレンズを買ったんですけど、このレンズはね、結構ね、実は随分、まあ、5、6年前にあの実は持ってたんですけども、あのベトナムに調査に行った時に、ね、現地でなんかなくしてしまって、でそんでそれ以来ね、あの使ってなかったんです。久々にこう買ってきました。いつも僕この動画撮る時はあの GoPro だけじゃなくて、この一眼の、動画機能を使って動画も撮ってるんですね。なので、まあ、そういうことも考えて、またこのレンズがいいかなと思ってあの買ったんですけども、今日はこのレンズでね、あのどんな動画が撮れるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。今ここに椿が咲いてますけど、これをね、動画で撮ったらどんなになるかちょっとやっていきたいと思います。じゃあどうかね、こんな感じで、あ、ちょっと暗いね。すいません、蓋をしたしっぱなしでした。こんな感じか。おお、いいですね。ちなみにズームにしてもこういう感じでね、いいですね。ボケもちゃんとね、ズームにすると出るし、結構いいんじゃない。多用できそうですね、やっぱりズームレンズっていうのは。はい、じゃあこの後でやっていきたいと思います。どうかな、ちょっとこうやってこっち向いてやってもらおうかな。こんな感じかな。はいはい。こうするとね、ボケがまた出ます。結構ズームにすると、結構ズームにするとマクロレンズ並みにこうボケてかっこいいですね。やっぱりいろんな場面にこう対応できるっていうのがズームレンズの強みですね。はい、これは何かというと、引いていくと。じゃーん、ヤグッちゃんの禁止瓶からキノコが生えています。本人知ってんのかな、これすごいね。ウケるな。新しいレンズ良くない？わかったんですか。そう、良くないって言ってたらそのカメラ使ってないよ。これズームレンズだからさ、こうズームもできるし、今まで単焦点でやってたからさ。そういうこと？こういうふうに。アナちゃんがお茶を入れてくれています。ケーキもくれました。メリークリスマス。今日のお茶タイム。今日のお茶タイム。ちょっとやっぱ GoPro に比べるとね、ピント合わすのが遅いけどね。まあそれはしょうがないかな。手ぶれもよこす。はい、というわけで、試しにこのレンズを使ってみました。これからあのいろんな場面で使うことがあると思いますので、ね、ちょっとまた引き続き練習をしていきたいと思います。じゃあバイバーイ。すごいオレンジや綺麗ですね。素晴らしい夕焼けです。明日もいいお天気でありますように。じゃあバイバーイ。